了解。この道は前にも歩いたような、気のせいか。
大丈夫。私の隊員を傷つけさせない。うん、君の言う通りにしよう。最も厄介な敵は優先的に片付けた方がいい。そうだろう？彼女の律者エネルギーは価値がある。少しも残すな。その件は天命の科学研究部があなたの体質をもとに特別に作ったものよ。それは周りの環境から崩壊エネルギーを吸収、蓄積、放出することができる。覚えていてほしい。あなたの体は他の人より崩壊エネルギーの増幅を受け入れやすい分、崩壊エネルギー過量になりやすいリスクもある。だから約束して、無理だけはしないで。責任感が強いのはわかるけど、自分の限界を超えるようなことはしないで。すみません隊長、約束したこと守れそうにありません。人化試練、崩壊エネルギー封印完全解除。続ける。